反シオニズム。反シオニズムは、政治的、宗教的にシオニズムに反対するいくつかの異なる観点を述べるのに使われる概念である。反シオニズムは、シオニズムという語でに対して、共通の形式で現れる場合もあるが、それらの背景や思想には大きな開きがあり、一つの現象とみなすことはできない。シオニズムの定義には、複数の類型が存在し、 各類型には、その反対の立場としての、反、シオニズムが存在する。以下、シオニズムの類型を埋挙することで、シオニズムと、反シオニズムの関係を外観する。政治的問題への関心からシオニズムと、アラーブ世界における世俗主義的な反シオニズムは、イスラエルの存在を認める立場への反対や、同国の土地開発や、 領土拡大運動などに反対する立場が主なものである。ここではイスラム主義を背景とする宗教的反シオニズム以外のものを取り上げることとするが、そもそもアラブ世界において宗教的反シオニズムと世俗主義的反シオニズムの区別はしばしば愛となることには注意が必要である。ユダヤ人帰還運動としてのシオニズムは長い歴史を持っており、もともとは ユダヤ人と共に平和な世俗国家を築こうとするアラブ人も多かった。ユダヤ人はヘブライ語を公語として復活させ、局所的には宗教的な異を原因とした衝突がありながらも安定した社会を築き上げていた。しかし当初は対外貿易と人口増への対応をめぐる農業政策におけるユダヤ人とアラブ人の価値観の違い、 ユダヤ人の多くが銀行業などの非大一次産業の職業についていた一方、農業に従事していたのは、ほとんどがアラブ人であったという経済問題が大部分を占めていたはずの両者の対立は、オスマン帝国滅亡後のアラブ民族主義の高まり、後にイスラエルの首相となるベギン率いるイル軍、シャミル率いるレヒ等のユダヤ人テロ組織のテロの激化、等の要因が絡まって激化していき、 第二次世界大戦が終了した後の1947年の時点ではに、ヨルダンのフセイン国王、アミール・ファイサル夫妻に言い、1933年、アラブ過激派により、暗殺、ファウジー・ダルーイーシュ夫妻に言い、1946年、暗殺、マルティン・ブーバーらの推進していた、イフード運動、民族性、宗教性を表に出さない、平和統合国は非現実的な様相を、 テイソルに至った。その後、トランスヨルダンを移民統治していたイギリスから国連へとパレスチナ問題が遺憾され、パレスチナ分割によるイスラエル国の成立、二度にわたる中東戦争を経て、アラブ世界における反イスラエル感情は大きな高まりを見せた。アラブ諸国の反帝国主義者は、ある国民が特定の土地を自力で支配するにはまず、 自国の人間を移民として送り込むべきとの見解を調べし、大使用ニズム闘争は、パレスチナ人自身が革命を起こし、ユダヤ人入植者を排除することによって成功するとした。また1960年代のナセール時代の反アラブ主義者は、パレスチナをアラブ世界の一部と捉え、アラブ諸国が団結して、イスラエルに軍事介入すべきと説いたのは、その例である。 またこのような国家政治的イデオロギーを背景とした反イスラエルイコール反シオニズムの潮流以外に実際に居住地から追放されたパレスチナ難民の人々によるイスラエルによる入植活動に対する抵抗論が組織された。パレスチナ難民の発生原因については当時はユダヤ人軍事組織によって追放されたというパレスチナ側の主張とパレスチナ人が 自発的に立ち去ったというイスラエル側の主張あったが、現在では、イスラエルの政府資料や米国の情報資料が公開され、イスラエル側の主張が虚構であり、大多数のパレスチナ難民は、ユダヤ人によって構成された、軍事組織による大量虐殺及び銃器を用いた脅迫などによって、直接居住地から追放されるか、軍事的迫害を恐れて自ら難民となったかの、いずれであった。 イスラム教を報じる反シオニズム主義者は、一般的に、イスラエルを、イスラム世界への介入者とみなし、イスラム世界はムスリムによってのみ合法的、永続的に支配されるのが理想と考える。また、イラン革命以降のイラン政府やパレスチナ人らは、イスラエルが非合法である以上、イスラエルという国家そのものを指す場合、イスラエルではなく、シオニスト政権という語を用いることが多い。 例えば2006年12月にタイム氏が行ったインタビューでもイランのアフマディー・ネジャード大統領は皆さんご存知の通り、シオニスト政権は英米両政府の傀儡政権に過ぎないと発言した。ピウス10世やベネディクト15世、ピウス12世をはじめ現代の歴代教皇はシオニズム批判を代々的に行ってきた。これはユダヤ人が キリストの申請を認めない以上、彼らが進める、シオニズム運動を支持するわけにはいかないためである。教皇庁もこうした問題により、1993年まで、イスラエルと関係が断絶していた。シオニズムが始まった当初、ヒレル、サイトリニア・ジョエル・テーテルバウムなど多くの宗教的、ユダヤ人は、ユダヤ人か否かにかかわらず、世俗的なイデオロギーであるナショナリズムには、 反対立場を取り、シオニズムに対する闘争を展開した。ヘブライ語で、上昇を意味するアリーヤーという語は、ユダヤ人によるイスラエルへの帰還を表す言葉として、古代より用いられてきた。中世に入ると、ナフマニレスやアイザックルリア、ヨセフカロラ多くの有名なラビが、イスラエルの地へ戻った。この他世界各地で離散を余儀なくされている、ユダヤ人も、 メシアの時代に果たされるであろう、帰還を祈り、その願いは、数世代にわたって受け継がれていった。しかしユダヤ啓蒙主義時代には、改革派が、アリーヤーを含め伝統的な信条を時代に合わない、ものとみなし破棄した。その後、イスラエルへのユダヤ人入植者が増加すると、従来の宗教上の信条と、並行して、イデオロギー的政治的配慮から、 アリーヤーが再び脚光を浴びるようになる。ただ、あえて離散状態を選択する、ユダヤ人も少なからず存在することから、アリーヤーへの支持が常に厚いわけでなく、現代のシオニズム運動もそれほど一般的ではない。とはいえ、正当派や保守派、近年では改革派に至るまで、シオニズムは一定の支持を得ているのが現状である。ユダヤ人共同体も一枚岩ではなく、 集団内外でも様々な反応が見られる。こうしたことから、世俗的ユダヤ人と宗教的ユダヤ人との間に、原理的な相違が見られる以上、世俗的ユダヤ人が、シオニズム運動に反対する理由は、宗教的なユダヤ人のものとは大きく異なる。第二次世界大戦以前、多くのユダヤ人はシオニズムを浮きを離れした、非現実的な運動とみなしていた。 啓蒙主義時代のヨーロッパにおいて多くの自由主義者はユダヤ人が国民国家に忠誠を誓い現地の文化に同化した上で完全な平等を享受すべきと説いた。一方、統合なり同化なりを受け入れたユダヤ人にはシオニズムがユダヤ人の市民権獲得の上で脅威に移った。ヨーロッパでは多くのユダヤ人がサハあるいは 国際主義的な信念からシオニズムに反対したし、エジプトでは共産主義の影響を受けたユダヤ人反シオニズム同盟が結成された。また、イスラエルにおいてもマツペミア、ハダシュといった政党を中心に反シオニズムを標榜する組織や政治家が存在する。シオニズムに対する態度は第二次世界大戦を境に変貌を遂げた。 ホロコーストの全容が明らかになる前の1942年5月、ビルトモア会議はパレスチナにユダヤ人共同体を設立すべきという伝統的なシオニズム政策の放棄を宣言した。これを受け、一部シオニストの間にパレスチナにおけるアラブユダヤ連合国家樹立を支持する政党を立ち上げるなどの動きが見られた。だが、ホロコーストの実態が知られると社会主義者で 修正無心論を貫いたポーランド系イギリス人ジャーナリストのアイザック・ドイッチャーを含め1948年以前はシオニズムを批判していたものでさえ見解を改めるようになった。第二次大戦以前、ドイッチャーは国際社会主義運動に害を与えるとしてシオニズムに反対していたがホロコースト以後は戦前の見解を撤回し、 戦後まで生存したユダヤ人に避難所を与えるのは歴史的必然との立場からイスラエルの建国を支持した。なお、ドイッチャー自身は1960年代以降パレスチナ難民問題を契機として反シオニズムに回帰している。一方、ノーマン・フィンケルスタインは両親がドイツ国防軍に強制収容された経験を持っているものの反シオニズムの立場を取っている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。